毎度お世話になっております。ファイアーエンブレム総演の奇跡実況プレイ続きをやってきます。よろしくお願いします。始める前に皆さんにご報告がありまして、前回終了した後セーブしないで電源切っちゃったんですよね。そのせいでちょっと第4章最初からやり直しました。若干駒の動かし方をミスった感はあるんですけど、まあ前回と同じくらい敵を倒したところで収録を開始してるんですけど、レベルの上がり方もね、なるだけ同じキャラで同じ人数倒そうと思ってやったんだけど、ガトリーのねステータスが前回みたいな神上がりしなかったんですよね。 HP と技が1ポイントずつ上がっただけでしたね。アイクはね HP と力と幸運が1ずつ上がった。セネリオはまだレベル1も上がってないね。いやー、セーブしたと思ってたんだけどね、開始したら中断セーブがどこにもなくてさ、どうしようかなって、もう頭真っ白になったね。とりあえず前回と同じくらいの敵を減らした感じにはなったと思うんで、確か前回が13体だったかな。残り10体には減らしてます。この状況ですね。ちょっとティアマツさんの位置をミスった感があって敵がいっぱい釣られてきたんだけど、ナイトキラーがいるんだよね。一回ちょっと引こうかな。ちょっと後ろまで引こう。この位置まで引いて、ここにガトリーさん置きたいんだけどね。この位置にティアマツさんを配したいんだけど、癒しの茂みがあるのか。ここでいいか。ここに一回持ってきて、ここでいいか。で、セネリオの位置がな、ちょっと邪魔なんだよな。馬に乗ってる人って体当たりってできないんだよね。救出はできるけど、セネリオがな、そこにいられると邪魔だな。ここキルロイがいてほしかったんだけど、まあいっか。ちょっと特効薬で回復するまでもないけど、ちょっと被弾するのは危険だよね。あれ出さないと、行動範囲を。大丈夫だよね、キルロイの位置までは来ないよな。キルロイ、セネロイ、セネロイ、セルロイの位置までは。セネリオでした。フュージョンしちゃったよ。あー、でもこれ鉄の槍が来るな。鉄の矢が来るね、セネリオにね。ティアモトさん耐えられるかな、鉄の槍。弓がど、あった。でも、あー、ナイトキラーがいんのか。ちょっと待って、セネリオを下げて、ここまでいける?ここまでいけるけど弓の射程内だな。倒したいんだけど、倒せる?無理か。じゃあ危険を犯す必要はないよね。ちょっとここにいてもらって、こいつらが来るんだよな。茂みに乗ると回避力上がるけど、弓受ける方がまだマシだよね。ちょっとティアマツさんの位置を、ミスった。敵を引っ張りすぎた。お、いいね。で、シノンさんでナイトキラー倒すか。これナイトキラー来る?ちょっと待って。あー、来るね。2倍だっけダメージ。いくつ食らうん。14、28、28でティアマツさんの防御力が11か。ってことは9、違う、28、
17受けるってこと？17はでかいな。28でしょ？ 11だもんね、守備力が。ちょっとでかいな。シノンさん、鋼の、ちょっとこれ、突っ込みすぎかな。あー、倒せないね。シノンさんじゃ無理か。鉄の矢で、弓兵だけでも、片付けてもらえないかな。おお、必殺出た。さすがシノンさんやで。削り屋シノンさん。アイクはどう？ノーダメか。ノーダメではないけど。フルボッコにされるとやばいけど、ナイトキラー相手にどうよ。28？ あ、でもシノンさんがここに立ってるから、来れないんじゃない？こいつ。来れないね。来れなくなった。じゃあ、オッケー。鉄の槍を取ろう。あ、リーガルじゃない。鋼だと倒せる。2回攻撃できるようになったね。高速落ちしなくなったのか。重さいくつだっけ、鋼の剣って。これが重量12。高速の計算の仕方があまり分かってないんだけど、重量が、ちょっと待ってね。鋼の剣が12あって、で、それに対して速さが12ある。2倍あればいいんだっけ。2倍あれば高速落ちしないってこと。あ、でも違うか。重量より速さが負けてなければいいってことなのかな。ちょっとよくわかんないです、もん。多分教えてもらってるんだけど。まあいいや。2回攻撃。これで、1体倒した。おお！さすがだぜ、アイクさん。節約してくれたね。じゃあこれは、ガト中しちゃうか。鋼でいける？おお、いけるね。当てろよ！オッケー。ガトリンも、あと1レベアップさせてあげたいけど。やっぱシノンさん狙うよね。シノンさんの挑発ってすごくいいよね。前回、弓兵がそれ持っててなんか意味あんのって言ったけど、シノンさん防御力が高いんだもんね。こいつナイトキラー持ちか。倒した？あ、違うか。こいつがそうか。アイクに対してはさほど威力はないけど、ティアマトさんが受けるとやばいんだよね。おお、シノンさん。バッタバッタと投げ倒してくれる。ほんと削り屋でもあるし、梅雨払いでもあるよね。最初に出してほしかったな、そのクリティカル。ああ。武器節約のために、魔人だけ倒そうと思ってたんだけど、魔人だけっていうか、全滅させる気はなかったんだけど、これ全滅しちゃうね、敵が。ナイトキラーは、セネリオをさ、ちょっと育てたいんですよ、私。ちょっと、ガトリーで、ちょっと弱らせてくれない？いい感じに。16。8か。8の星。セネリオで、取れる。無理か。いい感じに終わらせてくれる人といえばシノンさんだよね。必殺出ちゃう可能性もあるけど。必殺はいいですからね。オッケーオッケー、シノンさん。ギリ止めてくれた。マジでほんと、頼れる兄貴だよ、あんた。一生うちの団にいてくれ。オッケー。お、レベルアップ。頼む。いろいろ上がって。おお、それはないよ、セネリオさん。技だけ？くそー。前回すげえいい上がり方したのに、ガトリーも含めて。これは、くそーだな、ほんとに。まあ、しょうがないか。
セーブし忘れた俺が悪いもんな。鉄の槍で鋼でいいか。鋼でいいや。おら、もうちょっとだね。こいつ傷薬持ってる、持ってる、あ、持ってるやつがいた。こいつは倒さないとダメだな。あ、鋼の剣が7本しかない。鉄の剣でいいでしょう。早く買い物がしたいね。おし、頼む、みんなの分まで上がって。魔法が上がったからいいか。少ないところが上がったからいいよね。力はさっき1上がってるからいいけど、技の成長率高いな、アイクね。技と力の成長率が高い。守備もうちょっと欲しいね。守備、魔法。魔法は多分伸びにくいんだろうから、贅沢言わないけど。鉄の槍か。じゃあ、ずんずん進んでいこう。こっちまで行っていいか。で、セネリオは動いてるね。ヒルロイを動かして、ターンエンド。逃げた。癒しの茂みがある。これそうか。ああ、そこで回復しようっていう腹ですね。そういう腹積もりですね。セネリオは、魔人をセネリオで取らせてあげたいから、ガトリーがこれつっつくか。最後まで美味しくいただいちゃって。おいー。オッケー。いい上がり、いい上がり。守備だけ。まあ、ガトリーは壁になってもらえればいいから、守備上がってくるのは嬉しいんだけどな。でも今でももう十分高いもんね。どこ目指してんだい君は。で、一応すげえ傷薬持ってんな。使っとくか。で、こいつの移動範囲見てなかった。ここか。そっか、手槍があるから2マス先まで攻撃できるんだよね。じゃあキルロイとかは射程内に入らないようにしとかないと。こうして、シノンさんは別に入ってもいいけど、ここで OK。 あ、接近もできるのだっけ。そっか、そっか、手槍って接近もできるんだっけ。そうだよね。ち、傭兵どもめ、意外にやる。だが、いずれにせよ我らデインの敵ではない。もう一人しか残ってないのに、どこから来るんだその自信は。ちょっとシノンさんを下げて、命中6ですか。命中6じゃない、命中41か。ちょっと待って、当たらんでしょう、多分。多分当たらんと考えて、ボスだし、アニメオンにしよう。41なんて当たんねえよ。デインの矢は避けて通る。念のため鉄の矢、デインの矢はシノンの体を避けて通る。よし、オーケー。で、こいつ引きずり出したいんだけどね、うざいから。囲もう、囲もう、囲んで。ヤマツさんどこまでいける。あ、ここまでいけるね。いいじゃん。鉄の斧で、鋼でもいっか。あ、いいね、必殺でちゃうと倒しちゃう。出ない方がいいんだけど。どちらにしろ必殺は4あるのか。これでセネリオで取れる。どう？あ、いけんね。
いける口ね、セネリオさん。行こう行こう行こう。じゃあアイクの方がいいかな。アイクだと8か。鋼、うん、14、12のこのリーガルソード、あ、これだったら、これなんかピカピカ光ってんだけど、なんだろう、なんか特攻だっけ。あ、アーマーに特攻なんだ。ナイトアーマーに特攻なんだ。だからこれやったら多分死ぬよね。ダメだダメだ、死んじゃうよ。ガトさんで、うん、いいか、ティアマツさんで、ティアマツさんでつっついてでやればいいかな。ちょっと待ってね、優柔不断ですいません。できればね、みんなに経験値をね、分けてあげたいんで。これで16でしょ、ガトリが攻撃すれば。で、他のセネリオが7だっけ。これだと倒せないか。で、鉄の剣でやって8。8、16でしょう、うん。まだ倒せないか。残り8だもんね。鋼の剣だと14。これだとやりすぎちゃう。14、7。倒しちゃうもんね。やっぱこれ、山津さんでやるしかないか。ごめんなさいね。いろいろ考えた挙句この結果ですわ。ティアマツさん、頼むよ。必殺は出さなくていいから。若者に経験値を残してやってくれ。クリミア軍には王都を守る精鋭の他はろくな者がおらぬようだった。貴様はどちらだ？楽しませてくれるのだろうな。満身創痍なくせに。私をクリミア正規兵だと思って仕掛けてきたのなら、それは誤解だわ。私は何年も前に、あ、やっぱそうだ、そうだったんだ。クリミアの王宮騎士だったんだ、ディアマツさん。現在はただの傭兵で。そんなことはどうでもいい。デイン人ではないお前たちが武器を所持し、この場に現れた。それを排除する。他意はない。さあ、構えるのだ。かっこいいけど、言ってることは。かっこいいけどさ。舞台壊滅な上にあなた満身創痍ですけど、戦いは避けられないなら全力でお相手するしかないわね。いや、必殺は出さないでお願いします。出さない方向で。オッケー、さすがティアマトさん、空気読んでくれた。これでセネリオで美味しくいただけるってもんよ。これ接近した場合と遠距離の場合って命中率変わったりしない？敵の威力が変わるとか、そういうことはな、あ、接近した方が威力は落ちるけど命中が上がるのか。逆に離れるとその、あ、そういうことはないか。じゃあこれ接近した方がいいよね。そうだよね、俺あの茂みに入れるわけだしな。まあいいや、どっちにしろこれでおしまいでしょう。魔導士か。ならば子供とて油断できんの。みん、戦う相手ごとにセリフがあんのかな。アイクとかもあったりする。戦いになってしまった以上、あなたを本体に返すわけにはいかない。覚悟はいいですね。サラダバーが、は、貴様ら、デインに逆らったこと、今回デューン。おいしい、おいしい、ティアリモゲッツ。負傷者はゼロです。行動に支障のある者はどうやらいないみたいね。しかしデイン兵をやっちまったのはちょっとやばいかもな。でシノンさん、何やってんすか。こいつらいい武器持ってるぜ。死人にはもったいねえだろ。いただいたって文句も言わねえしな。これ武器増える？おい、シノン！いい加減にしてください。そんなくだらないことをしている時間はありません。いい加減にしてくださいって。シノンさん、今始めたばっかりじゃないの。くだらないことってデメ。やめなさい。味方同士で揉めている場合？
俺はシノンさんに賛成だけどね。武器が必要な状態でしょ今。どうにかここを離れて砦に戻ろう。親父に報告をしないとな。こちらの道を行きましょう。森を斜めに抜けることができるはず。敵か？どうかしたか？いえ、やはりこの道は。なになに？アイク、今あの茂みの向こうで何かが動いたみたいだ。負傷兵か、行ってみよう。生き残りがいるのか。キルロイ、何か見つかったか？女の人？放っておきましょう。余計なことに関わらない方がいい。いや、積極的に首を突っ込もう。おっ！かわいい。エリシア。この子オープニングに出てなかったっけ？なんかいた気がする。よかった、気絶してるだけのようだね。傷薬を飲ませよう。よし、連れて帰って手当てしよう。キルロイ、手を貸してくれないか？いいよ。傷薬ってさ、飲ませてんのかな？飲んでんのかな？それとも塗ってんのかな？薬草は食べてるのか、すりつぶして傷口に塗ってんのかって意見が分かれるけどね。はい、4章クリアしました。すいませんね、セーブには気をつけたいと思います。はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。